スミレ、どうだ？思い出せたか？俺の方は手がかりなしだったよ。リムルさんが探しているのって蜂蜜が取れそうな花ですよね。うん、養蜂場を作ったんだけど、肝心の蜂蜜があんまり美味しくなくてさ、模索中なんだ。トレントの集落に変わった花が咲いてました。ああ、あそこの花はうまかったっすよ。食ったのかよ。でも食ってうまいってことはいい蜜が入ってるのかも。ドライアドの管理する地になら咲いていても不思議はありません。となるとトレイニーさんに相談するか。というわけなんだ、トレイニーさん。トレントの集落で花の蜜を集めさせてくれないか？トレントの集落なら希少な花々が多く咲いているだろう。その地の守護はもちろんするし、トレントたちに迷惑はかけない。ま、とにかくこれを味わってみてくれ。試しに集めさせてもらったここの蜂蜜だ。おいしい。アピトとゼギオンが1日がかりで集めてほんの少ししか取れなかったけど、ここでの採取を認めてくれるなら一定量をトレントに送り続けるよ。これほど美味な蜂蜜ならみんな喜びます。どんなお菓子にもぴったりですよ。3人が太鼓判を押した蜂蜜だ。トレイニーさんだって気に入るはずだよな。わかりました。花を粗末に扱わぬと約束していただけるなら、トレントの集落で蜜を取っていただいて構いません。もちろん、ありがとう。と言ってもクイーンマスプならその心配も杞憂だと思いますが。こうしてゼギオンとアピトはジュラテンペスト連邦国の一員となった。アピトは自分に従う蜂を使い、トレントから定期的に蜂蜜を採取するように動いてくれている。この蜂蜜とシュナたちの努力により、ジュラテンペスト連邦国の甘味事情は劇的に向上するのだった。リトたちの情報から精神生命体への進化を促す秘宝をカタキが手に入れた可能性は高い。カタキとの再戦が迫っていた。いつ戦いになってもいいよう町の整備を進めておくか。リムルさん、町の整備中に熱湯が湧き出したと聞いたんですが。そうみたいだな。カイジンから熱湯をどうするか相談があったよ。リムルさん、お願いがあります。温泉を作ってください。温泉？まあ熱湯が湧き出したから温泉だけど、まだ成分や入って大丈夫かどうかもわからないし。私旅してた時何度か天然の温泉を見つけて入りました。それがもうすっごく気持ちよくて極楽でした。残念ですがこの世界ってお風呂なんて全く重要視されてないですよね。日本人としてお風呂、いえ温泉文化を広めたいと思います。温泉は人生に欠かせないです。ノー温泉ノーライフ。わかったわかった。温泉か、スミレの話を聞いてたら入りたくなったな。カイジンから相談もあったし作ってみるか。スミレの圧に押され、カイジンと温泉について話をし、温泉施設に必要な資材を集めることになった。カイジン、必要そうなものを集めてきたぞ。リムルの旦那、これだけあれば十分だ。しかし本当に作るのかい？結構な広さになるが。ああ、どうせ作るならみんなで入りたいしな。ドーンと作ってくれ。わかったよ。リムルの旦那に温泉の良さを聞いたらどんなもんか俺も入りたくなってきたし、急いで作るとするか。できたぜ。
湯も聞いた通り並々張っておいた。まずは旦那に確かめてもらわねえとな。カイジンありがとう。早速入るよ。この温泉は素晴らしいですが、リムル様と入ると格別です。いや俺は関係ないだろう。誰と入ろうと温泉は気持ちいいぞ。いえいえ、効能が全く違います。リムル様と一緒に温泉に入るとお肌がリムル様のようにプニプニになるのです。マジか、スライム成分が湯に溶けちゃってる。で、そんなわけあるか。もちろん温泉のおかげなのでしょうが、リムル様と入った後は本当にお肌の調子がいいんです。え、そうなの。はい、ですからまたご一緒させてくださいね。あ、もちろんお肌の調子など関係なく、いついかなる時でも。スミレ、温泉できたぞ。試したけどいい湯だった。あれならスミレも満足するんじゃないかな。リムルさん、ありがとうございます。今日から毎日温泉に入れる、夢みたい。早速行ってきます。あ、そうそう、リムルさんに伝言があります。ゼギオンさんが探していました。ゼギオンが。わかった、スミレありがとう。リムル様、急ぎお伝えしなければいけないことがあります。どうした。アキトと出会う前、ヘキサポッドドラゴンの巣に足を踏み入れ命を落としかけたことがあります。グレートタイガーの剣といい、こいつ結構無茶するな。シオンとは別の意味で危険かもしれない。その時にヘキサポッドドラゴンを倒したのは変わったイビルゴブリンでした。もしかしてそいつの名前はカタキか。はい、少しの間行動を共にしていたのですが、カタキは精神生命体へと進化する秘宝を手に入れ、それを使いジュラ・テンペスト連邦国を滅ぼすと。やはり進化の秘宝を手に入れたか。ゼギオン、教えてくれてありがとう。嫌な予感がする。ビートたちに伝えないとな。スミレ、スミレ、リトたちがどこにいるか知らないか。どうして私が知ってると思うんですか。ん、ほらリトと仲いいだろ。何言ってんのリムルさん。私シュナさんやシオンさんとも話すし、ゲルドさんとは親友と言ってもいいくらいなんですけど、別に私はみんなと仲いいです。そうか。女子高生的に良くない表現だったか。でもリトたちなら北の方に行くのを見ました。行ってみるよ。ありがとう。念のため戦う準備はしておくか。リムル様、北に仇が現れたとのこと。もし仇と戦うのでしたら我らも共に戦わせてください。主よ、仇と戦う可能性があるなら我も連れて行っていただけないでしょうか。ランガ、リガル、お前らは関係者っちゃ関係者か。よし、戦いに備えるぞ。はっ。主よ、北の方に向かったリトからも連絡がありました。カタキが町に向かっていると。我も参ります。来たか、カタキ。お前たち。
なぜここにいる？お前たちまで、まさか。違う、俺たちは敵を助けたかっただけだよ。進化の秘宝なんて使ってほしくない。敵、聞いて、僕たちはお前たちも俺を裏切るのか。敵の手に魔素が集まってる。リト、お前たちは俺の後ろへ。もしかして進化の秘宝を。ダメだよ、カタキ。危ない。やめるんだ、カタキ。ダメだ、周りの声は耳に入ってない。魔素は全身に行き渡ってる。虹色のオーラを。これが進化の秘宝。コフ、不安定な精神で進化の秘宝を使用したため、正常に作用せず意識混濁、意識と肉体の剥離が始まっています。精神を著しく損傷したため、高確率で数時間で精神が消滅します。ここで何とかするしかないってわけか。お前を殺す。ダケンジャ、進化の秘宝の解決方法はあるか？はい。精神生命体への進化において暴走している部分のみを捕食すれば可能です。グラトニーで部分的に食えってことか。個体名カタキの力は弱まるものの、精神をつなぎ止めることは可能です。カタキ、ちょっと痛いかもしれんが助けるぞ。必要ない。誰がお前の力など。そのままじゃぶっ壊れるぞ。俺は負けた。進化の秘宝に負ければ俺は強くなる。この能力も俺のもの。俺は恨むものだ。コク、個体名カタキの肉体と精神が急速に安定、高レベルの精神攻撃耐性を獲得しました。カタキ、俺は牙狼族への復讐心から全てに怒り、全てを恨むようになっていた。牙狼族の怒りをリムルへ。だが違う、俺が一番許せないのは俺自身。仲間を守れなかった俺を俺が許せない。これが俺自身への恨み。念は消えなかった。カタキの体が超速再生で復活してる。全身に魔素が行き渡ってるな。なんか魔素が集まって。カタキの姿が。コク、個体名カタキは精神生命体アストラルゴブリンへと進化しました。もうお前たちにもお前の国にも恨みはない。だがこれは自分に対するけじめだ。敗者であり続けた俺へのけじめ。俺の復讐を果たす。わかった、相手になってやる。こんな大怪我。しっかり。超
速再生が追いついていない。終わった。全部これが俺の最後の敗北。とりあえずその傷を癒せ。場所は提供する。何と言わせる。お前のところになど誰が行くか。笑いながら気を失ってる。気持ちの型はついたのかもな。本当に世話の焼けるやつだ。でも前の仇に戻ったみたいな顔してるよ。すがすがしい顔してるね。最後の最後まで自分を曲げないで、本当強情だけど、だから仇なんだよね。リムルさん、仇は助かりますよね。カイ、精神肉体ともに損傷レベル高ですが、精神が安定したため肉体の再生が始まっています。ああ、時間はかかるが治るよ。やった、よかった。カタキは起きたらすぐに出てくって言うだろうからさ、目覚めたら一緒に温泉にでも入ろうって誘っておいてくれ。わかりました、必ずカタキに伝えます。リムルさん、カタキの意識が戻りました。リムルさんの予想通り出ていくってごねてて、今はみんなで温泉の良さで足止めしてるところです。わかりやすいやつだな。よし、逃げられる前にカタキと温泉に入るか。はあ、極楽極楽。なんかみんなで入るとか修学旅行みたいだ。もうだいぶ良さそうだな。ああ、助かった。礼を言う。いつまでだってここにいていいんだぞ。申し出はありがたいが、明日には出る。まだ許せないのか。いや、もう思うところはない。この国を見て分かった。みんなが傷を抱えながら、それでも前を見て新しい道を歩んだ。その結果がこの国なら、その選択も間違っていなかったんだろう。俺の新しい道は、俺なりの弔いを探すことだ。復讐以外の道で。そうか。牙狼族に襲われてから復讐しか考えていなかったであろう仇。全てを捨ててまで選んだ道を変える。それは言うほど楽ではないだろう。仇なりに折り合いをつけようとしている。今はそれで十分だな。仇、こういう言い方はあんまり好きじゃないんだが、頑張れよ。様、どうした？カタキ殿たちは朝早くに旅立ちました。そうか、行ったか。リムル様への伝言を預かっております。伝言？カタキからの伝言はシンプルなものだった。恩は必ず返す。カタキらしい言葉だ。あいつにとって恨みも恩も同じなのかもしれない。カタキが次来た時にもいい国だと認めてもらえるような国づくりをするぞ。リムルさん、こんにちは。カタキと共に去ったカー、ケット、グレ、リトは長い間ジュラテンペスト連邦国にいた。住民とも仲良くなっていたし、いなくなって寂しくなると思っていたが。リムルさん、申し出があります。久しぶりだな。申し出ってなんだか真面目な話っぽいな。執務官に行くか。リト、
一人か？他の奴らは？ほぼ毎日温泉に浸かりに来ていたようだけど。今日来たのは僕だけです。リムルさん、お願いがありここに来ました。改まってどうした？僕を仲間に加えてもらえませんか？突然だな。カタキのことはいいのか？カタキにはちゃんと話して分かってもらいました。カタキは仲間だし、それはずっと変わらない。だけど今はあなたに、カタキを、僕たちを助けてくれた恩を返したい。助けたとか恩とかそんなのは気にしなくていいけど。僕は気にします。恩返しって別に仲間にならなくてもいいんじゃないの？わかりました。言い方を変えます。僕をテンペストに就職させてもらえないですか？就職？カタキたちは家族みたいなもので、就職先は別にある。それだとニュアンス通じますか？働いたことないですけど。そういうことならわかった。でも就職ならちゃんと給与は払おう。それだと恩返しにならないです。給与はカー、ケット、グレがテンペストで好き勝手食べて遊んでいる費用でいいか？え、あいつら好き勝手飲み食いしてるしな。それをリトが働いて返せばいい。あれ、なんか違う気が。就職は大変だぞ。頑張れよリト。リトが仲間になった。テンペストに来た理由をあれこれ聞いてみたところ、カタキの精神生命体への進化を見て、自分も同じ精神生命体になりたいというのが本音のようだった。カタキに認められたいという思いがあるようだが、今のままだと並ぶこともできないのは分かっているようで、俺のそばにいることで効率的に成長しつつ、テンペストへの恩返しもしようという合理的な考えには若さを感じた。とはいえリトのような存在はテンペストに新しい風を入れてくれるだろう。早速だけどリト、仲間になるんだからリトが何ができるか教えてほしい。リムルさんたちとは戦ったけど、カタキがメインだったし、僕の能力を話したことはなかったですね。僕は寄り添うものというユニークスキルを持ってます。どっちかというと後方支援のスキルです。ただ僕はカタキに憧れていて目標にしているので、見よう見まねでカタキと同じ戦い方をしてたりします。ふーん、後方支援のスキルなのに最前線で戦う感じか。よくわからないけど、カーたちとの連携もあってそうなったのか。リト、一緒に探索に行くか。そこで魔物と戦ってみせてくれ。リトの力は分かった。さてリトには何をやってもらおうか。とりあえず素材集めが手っ取り早いかな。町のためになりそうなものを集めるか。わかりました。